こんにちは、キーヤ先生です。超快練習をしましょう。みなさん、頑張ってくださいね。第3課、聞く練習。Listening comprehension.A メアリーさん、週末何をしますか土曜日は、京都へ行きます。京都ええ。 映画を見ます。スーさんは土曜日はうちで本を読みます。でも日曜日に大阪へ行きます。レストランで晩ご飯を食べます。そうですか。私は日曜日は図書館で勉強します。B 明日のスケジュールです。明日は6時に起きます。朝ごはんは何時ですか ?7 時半です。7時半に朝ごはんを食べます。朝は何をしますか ?9 時にテニスをします。12時半に昼ごはんを食べます。午後は何をしますか 1>, ?1 時半に勉強します。3時にヨガをします。 6時に晩ごはんを食べます。明日も映画を見ますかはい。7時半に映画を見ます。日本の映画ですよ。何時に寝ますか ?11 時半に寝ます。じゃあ、おやすみなさい。<C> スーさんはよく勉強しますか ええ、毎日日本語を勉強します。よく図書館に行きます。図書館で本を読みます。週末は何をしますかそうですね。よく友達と映画を見ます。日本の映画ですかいいえ、アメリカの映画をよく見ます。 日本の映画はあまり見ません。それから、時々テニスをします。毎日朝ごはんを食べますかいいえ、食べません。でも、時々コーヒーを飲みます。D メアリーさん 喫茶店でコーヒーを飲みませんかうーん、ちょっと。私、家に帰ります。え家に帰る今、8時ですよ。早いですよ。でも、今晩、勉強します。日本語ですかええ、日本語。本を読みます。そうですか。 じゃあ、メアリーさん、喫茶店で日本語を話しませんかすみません。おやすみなさい。あ、メアリーさん、お願いします。明日、学校で昼ご飯を食べませんかいいえ、私、明日、学校に行きません。さよならあ、メアリーさん 皆さんサブスクライブをしてくださいね。よろしくお願いします。